はい、シューズ大好き芸人です。今日はですね、以前紹介してたニューバランスフューエルセルスーパーコンプエリート V4、 こちらの発売日と価格、あとは重さなんかが海外のサイトでリークされておりましたので、そちらを紹介したいなと思います。先日ナイキのアルファフライが発売されましたが、あちら買えた方いますか？僕の視聴者さんで買えた方いたら、僕に2000円ぐらい払うんで、取材させてください。取材させていただいて、動画出演してください。で、レビュー一緒に撮らせてください。ナイキのアルファフライがですね、買えた方はですね、非常に羨ましいなと思うんですけど、まあ今はですね、アルファフライだけじゃなくて、他にもですね、いいシューズいっぱいあるんですよ。気になるシューズで言うと、メタスピードのシリーズですね。これもプロトタイプが今、箱根駅伝でも話題になっていましたし、多分ね、僕の予想では、メタスピードシリーズ、東京マラソン前にはですね、発売されるんですよ。予想なんですけど。ビッグイベントじゃないですか、東京マラソンって。で、アシックスがスポンサーに入っているって考えたら、そこに合わせないわけはないと思うので、おそらく3月までにはメタスピードシリーズの最新作出るんじゃないかなと思うし、今回紹介するニューバランス、こちらもですね、発売日が東京マラソン前ということで、まあ、ナイキだけじゃないよと。どうなんでしょうね、ナイキの、今のこのプロモーション、限定して買えない人を生み出すのが上手だと思うんですよ。上手わかんないけど、ただ、それでもナイキが欲しくなるっていうのは、やっぱりナイキのプロモーションのうまさっていうか、まあ、シューズの、信頼かなと思うんですけど、まあ、今ってナイキ買えなかったら別のシューズでいいやってなるぐらい、他のメーカーもすごいいいシューズが多いなと、個人的には思うんですよ。僕もナイキアルファフライ3欲しくて、当日、エントリー合戦にですね、ちょっと参戦したんですけど、購入することできなかったんですけど、まあ、昔だったら、もうそのシューズ、ナイキだけしかないんだったら、僕はもう本当に死に物狂いで、まあなんか、メルカリとか、漁ったりする可能性もあるんですけど、今だったらですね、その浮いた分のお金で他のシューズ買いたいなと思うぐらいにはですね、他のメーカーのシューズも、同じぐらい気になってるというところでございますので、まあそんな前置きはさておき、今回ですね、気になるシューズとして、試してみたいなと思ったシューズとして、ニューバランスのこの V4 があるわけですね。V4 に関してはですね、以前動画紹介してますので、そちら概要欄に入れておきますので、よかったらそっちも一緒に見てください。ちなみに今回紹介させていただくこちらの記事に関しては、概要欄に合わせて入れておきます。早速少しですね、記事を見ていこうかなと思うんですけど、これ、ちなみに海外の記事を、Google の翻訳で、そのまま翻訳したやつなので、ちょっと日本語がですね、変なとこもあるんですけど、まあ、そのまま読んでいきますね。より薄いカーボンファイバープレートを採用、優れたエネルギーリターンを提供する、この待望のレーサーは24年2月1日に発売されます。ということで、発売日は2月1日ということです。2月1日であれば、別台間に合うし、大阪マラソン間に合うし、東京マラソンもちろん間に合います。佐賀桜マラソン間に合いますと、いうところで非常に、いい時期に発売してくれるなというような形ですね。で、ここちょっと気になったのはですね、より薄いカーボンファイバープレートということなので、もしかするとカーボンが薄くなったのかなっていうふうにも読み取れるので、この辺どうなんだろうな。なんか個人的には、やっぱ推進力欲しいので、カーボンはやっぱりより硬く、よりしなるような、剛性の高いようなカーボンがいいなと思うので、まあ、ここがどうなるかですよね。どっちつかずになるんだったら、やっぱりしっかり硬くて推進力のあるシューズの方がいいと思うんですよ。カーボンをこう入れる要素って、おそらくこうミッドソールが、こんだけ極厚になったから、カーボン硬くてもミッドソールが柔らかい分、それを打ち消してしっかりカーボンいいとこだけ、デメリットを消していいとこだけ使えるっていうのが、ミッドソールの軽量化が進んだ影響かなと思うんですけど、このニューバランスの V4 に関してはミッドソールもめちゃくちゃ分厚いんですよ。また後ほど記事読んでいくと、触れることになると思うんですけど、ミッドソールが40ミリ弱ぐらいということで、
あ、ドロップが4ミリなので、前足部も結構厚めのシューズとなっているので、そういう意味ではカーボンはより他のメーカーより硬いカーボン入れても問題ないような作りになってるかなと思うので、だったらカーボン薄くじゃなくてカーボンより厚くしたカーボンを搭載してくれた方がなんか嬉しいなとは思いましたけど、まあ、この辺はですね、詳しい情報が出てからっていうところですかね。で、発売日は2月1日ですと。で、エナジーアークシステムですね。エナジーアークは、カーボンの、あれですかね、エナジーアークは。追加の圧縮、エネルギー貯蔵、そして最終的にはより高いエネルギーリターンに重点を置いたミッドソールの空洞と組み合わせた、反りのあるカーボンプレートを使用する独自のテクノロジーですということで、ミッドソールが、ここ空洞になってるというか、こう、まあ、左右に分かれてるような形になっていると。これにカーボンプレート、反りのあるカーボンプレート合わせたニューバランスの独自のこの形となっておりますということで、ニューバランス僕あんまり試したことがないので、ちょっとこのあたりもエナジーアークシステムがどのようなものなのかっていうところはですね、ちょっと実際試してみたいなっていうのもあります。写真から判断すると、ニューバランスフューエルセルスーパーコンプエリート V4 にはいくつかの変更が加えられていますということで、最も注目すべきはヒールとアッパー周りのより鋭い角度ですと。3回目のバージョンでは靴下のようなアッパー構造を採用していますが、ニューバランスは V4 にエンジニアードメッシュの素材を使用することを選択したようですということで、アッパーですね。アッパーが過去作は、まあ、ニット素材だったのを今作はエンジニアードメッシュ素材となっておりますということで、好き好みが分かれるかなと思います。ただ僕はですね、こう、ニット素材、靴下のようなニット素材よりは、よりフィットするというより、こう、シャカシャカ素材、ベイパーフライの初期、ベイパーフライの、あれは、ネクストパーセントの初代か、のような、なんかこう、シャカシャカした素材の方が好きではあるので、ここはいいアップデートかなと思います。ニューバランス最高峰ランニングシューズの4番目のバージョン V4 には新しいペバベースのミッドソール素材。あ、これいいよね。だね。以前紹介したんですけど、多分、まあ、僕が調べた感じだと、こう、ペバっていうのがミッドソールに使われてるのがいいっぽいんですよね。はい。軽くするにはペバにしないと、確かね、軽くならないような気がするんですよ。ちょっと調べた感じだと。オンのクラウドテックミッドソールなんですけど、普段のシューズは EVA 素材を使ってるんだったかな、確か。で、クラウドブームエコーにはこのペバベースのミッドソールを使ってるから、あんだけスピード推進力が出るようなシューズになってるだった気がするんですけど、まあそんな感じでこのペバっていうのが一つの、まあミッドソールの素材にこのペバベースを使う、ペバを使うっていうのが非常に大事になってくるんじゃないかなと。スピードシューズとしての、最低限の要素になってくるんじゃないかなと思うので、こうペバベースっていうのはね、多分いい気がする。で、ヒール、スタックの高さ、ヒールの厚さですね、は40ミリ弱。で、ドロップは4ミリとなっておりますということで、まあ、40ミリっていうのが最低限のところなんですよね。40は絶対に、40を超えると公式レースでは使えないので、はい、ここはしっかりと守っておりますということです。で、ドロップが4ミリなので、あんまりドロップがないシューズかなと思います。なので、前足部の方も結構厚さがあるような感じかなと思います。で、一番気になる重さですね。重さは 7.8 オンスとなっておりますということで、まあ、サイズ 9.5、日本サイズだと 27.5 か。27.5 センチで約 221g となっておりますので、まあ、僕のマイサイズが 26.5 なので1センチ下がると考えたら、おそらく215とかそんぐらいなのかなと思いますので、まあ、アディオスプロと同じぐらいの重さかなというところでございます。はい。ここ最近ちょっとずつね、厚底シューズ、レーシングシューズも重さがなんかこう許容して、重さ、重くてもいいよねっていう感じになってきてるんですけど、やっぱ軽さは正義だと思うので、210g ぐらいだったらめちゃくちゃ軽くて、使いやすいなと思います。で、価格ですね。価格はですね、希望小売価格$250なので、
まあ、だいたい3万5、6000円ぐらいになるのかな。はい。ということで、高いけど、ギリギリだね。まだ購入検討ライン。4万超えると、ちょっと無理だなと思うんですけど、まあ、3万5千円だったら、まあ、高いけど、まだまだ、買ってみたいなと、試してみたいなとは思えるぐらいの価格かなと思います。はい。これが日本価格でいくらになるかっていうのはですね、また、まあ、発売されてからというか、日本のサイトが、日本の公式サイト、日本の公式サイト、ニューバランスどうなってる？変わってる？はい。日本の公式サイトではまだね、発表されてなさそうなので、まあ、価格がですね、どうなるかっていうのはですね、まだわかんないんですけど、まあおそらく3万5千円ぐらいなのかなというところですね。まあということでですね、今回はですね、ニューバランス、フュエルセル V4 ですね、こちらを紹介しました。ナイキが買えなかった人はですね、落ち込む必要はなく、こちらニューバランスのシューズ、もうすごくいいシューズだと思うので、まあこっちを試してみるっていうのもですね、まあ新しいこう、世界が広がってる可能性もあるので、楽しみでございますね。はい、ということで、そんな形で今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。